はい、こちらね。あの、ワンピースの、あのー、残念なね。あの、ジャンクフィギュアを買ってきました。はい、こちらなんですけど、どういうかという、どういうことかというとね、ちょっと待ってくださいね。うん。これなんですけど、残念っていうのはね、僕が買った、あのー、状態に対しての残念じゃないんですよ。あの、安い値段で買っているんで、当然なんですよ。あの、ジャンクっていう理由が、 ここを見るとね、別に、え何がジャンクなのってなると思うんですけど、これ、でッですね。あの、なんか、三等子で可愛いんですよ。え何がって言ったら、これなんですよね。<laughs> これ、すごいですね。あの、な、どういうことかやったら、もう多分ね、<coughs> この状態見ただけでもわかる人はわかると思うんですよ。これ、接着剤ですね。こんな風にね、こう、固定して、動かしたくないのはわかるんですけど、 ええって思ったのが、よくあるのがね、この台座がない場合のやつあるじゃないですか。あとは台座がね、なくしちゃったどうしようかな。ほんで、台座がないからこそこのね、こういうにちゃんとしっかり立たないし、なんかちょっとした振動でねポテンと落ちてしまうから、あの、もう固定、台に固定してね、接着剤をこうつけてペトンてするのはわかるんですけど、これってね、元からほら、もうこんだけね、 この設置面が、この設置面というか、この面積が広いんだから、こんなのね、よっぽどのことない限りね、あの倒れないのと、もし何か買ってもね、ちょっと動くぐらいやと思うんですよ。だから、なんでね、こんな出来のいいこういう質のね、こういうことをしたのかなーという、まあいいんですよ。まあそういう値段で買ったんでね、1つあたりこれね、えー、と10円か20円だったんですよ。安いでしょ。もったいないですね。まあこちらと、で、 あ、ごめんなさい。こちらも、あの、出来いいですね。確かこれあれでしたっけあの、本当の親、あ、違う、えっと、これ本当の親でしたっけあの、ナミと、この子を、なんか育てたお母さんでしたっけうん。これでミカ、ミカ持ってるんですよね。でこれもほら、出来いいですよね、うん。せっかくこんだけ、 出来がいいのにね、ほら、残念なことになってるんですよ。<laughs> もったいな。まあ、それはまあ、元のね、持ち主の勝手なんですよ。自由なんですよ。で、これが、ナミですね。うん。これもね、出来がいいんですよ。あ、ほんほら、折れてるでしょう。<laughs> 本当ほんとはこうなってるん。まあ、だ、まあ、だからいいんですよ。うん。値段相応だしね。ほねあの、 こういう風うに向けてたらわからないんで、ただ、だから、確かこれが兄弟的なあれで、でこれがお母さんでしたね。こうですよ。出来ですよね。で、これがね、えー、ルフィです。ほんでね、あまりにも、こう、絶対動かしたくなかったんですよね,ね。これ、売った人ね。これ。ちょっとでいいと思うんですよ、この塗る量ね。相当塗ったと思いますよ、これ。で、こんな風になってるんですよ。 もったいないね。こんなことせへんかったらね、こんな値段にならなかったら、ね。まあ、結局元はと言えばね、まあ、このシリーズって確か僕の勘違いじゃなかったら、<laughs> ものすごい人気があって、あのー、どうやったんやろう、これをしようがしてまいがね、この下のジャンクの状態ですよ、この接着のね。しまいが、まあ、ヤフーオークションとか買い取りにとったらね、確かもう10円、20円やったと思うんですよ。うん。 この、これに関してはですよ。まあ、これのシリーズでもね、もちろんあの、プレミアついてるのはついてて、結構な値段になってるのもあるんですけど、間違ってたらごめんなさいね。こういうタイプのやつってね、ありふれてるんで、もう、そんなお値段にならなかったと思いますね。ほんで、これですね。これめちゃくちゃいいですよね。<laughs> 僕見た瞬間に、うわ、いいなーっと思ったんですよ。で、ほらね。<laughs> ここ残念なことになってるでしょ。 ね、これ、ワンピース好きな人からしたら、あの、叩かれますよ。<laughs> うん、何ね。ほんで、これが台座かどうかわかんないんですよ。あ、ごめんなさい。いろいろ動画になっちゃった。これがね、台座かどうかわかんないんですけど、まあこんな感じでしょうね。うん。まあ、多分、これやと思うんですよ。もったいないですね。うん。まあ、また、要はね、後で僕がこれをね、ちゃんともっとして、あの、接着剤ここにつけるのと、 接着剤取りやするじゃないですか。それでね、もうちょっとこう綺麗にしたらなんとか、まあもうちょっと見栄え良くなると思うんですけど、まあこんな感じですね。ああ、もったいないね。せっかく、こんだけいい状態なのに。いいですね。このシリーズよく見たらできんしいですね。はい、こんな感じでね、あの、ジャンクはジャンクなんですけど、あの、もったいないね。なんでこんなことしちゃうんだろうっていうね、ワンピースフィギュアの あの1つ目のねあの紹介を終わらせていただきま,すまたね、私の動画の内容がいいと思ってくださる方、ぜひチャンネル登録とあのコメントの方、よろしくお願いいたします。